本日納車させていただきました。皆さんこんにちは、レンタカー社長の佐藤翔です。皆さん本日ついに届きます、あれが。もうなんとなくね、あれなんじゃないかなって思ってる方いらっしゃるかなと思うんですけど、今日ようやくですね、洗濯が新たに始めようとしているキッチンカーの車が納車される予定となっております。今納車される時間の、まあ、1時間前なんですけど、まだ車の、まあ、デザインというかそのラッピングの作業がやれてないので、車はね、見た目は以前ご紹介したままなんですけど、車の、中の方はもうバッチリキッチンカーの仕様にしていただいた状態となっていますし、あとね、保健所の申請などもほとんど終わったんですね。だからまあもうすぐなんですけど、今日はまあね、キッチンカーが納車されるっていうことで、皆さんに車の中を見てもらいたいなというふうに思いますし、あとですね、キッチンカーで必要な発電機、今画面に映っていると思うんですけど、まあ、こういった発電機を、車の方に、積んだりだとか準備を進めたいなというふうに思っておりますので、皆さんに今日はその様子をご覧いただきたいなと思います。どうぞ。はい、ということで本日車が、納車なんですけど、こちらとなっております。バッチリキッチンカー仕様になって届きました。で、今日はですね、ちょっと車の中を皆さんにご紹介したいなと思います。はい、本日納車させていただきました。作りとしては、大きい窓一面入れさせていただいて、で、これもですね、通常であれば、この窓の付けるところがですね、もうちょっと上なんですね。上なんですけれども、お客さんとの、まあ、目線が合わせたいというご要望をいただきましたので、結構下げてます。で、下げると、まあ、こういう低くなるんですけども、座られて、作業されるということだったので、ちょうどいいサイズにはなってるかなと思ってます。あとは、まあ、換気扇2つ付けさせていただいて、ブレーカーですね、付けさせていただいて、これが冷蔵庫となります。で、あとは、まあ、ちょっとちっちゃい戸棚なんですけれども、こういった感じで、まあ、あとはもう、実際やられる方がやりやすいような形を、取っていただくという形で、その前の段階までですね、ちょっとお手伝いを、させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、本日は皆さんにキッチンカーの納車シーンをご覧いただきました。本当に車の中、以前皆さんにお見せしたものともうだいぶ変わってキッチンカーらしい仕様になってしまうかなというふうに思うんですけど、でもまだこれから、車のその周りのね、デザインの部分であったり、あとは車の中の部分もまだこれからね、実際に中で、作業される方が仕事がしやすいように変えていこうというふうに考えておりますので、また皆さんにこれからもこの YouTube サブチャンネルご覧いただいて、新調整情報をアップしたいなというふうに思いますし、実際に始まりましたら販売する場所もお伝えしたいなというふうに
思ってますので、ぜひぜひこの動画見てもらえたら嬉しいなというふうに思います。それではですね、今回のサブチャンネルはこれで終わりたいと思います。今日も皆さんお疲れ様でした。